チャンピオンズリーグ全試合やってみた来ましたということで、今日はですねチャンピオンズリーグ、決まりましたんで1回戦からどんどんやっていこうということでやっていきます。はい、まずやっていくのはユベントス対トッテナム。僕がユベントスを使います。俺が下手なんでシンプルに、まあ、僕も下手なんですけど、なんでちょっと均等にするためにトッテナムがやると、弱い方をそれがやると。じゃあ僕がトッテナムで、はい、ユベントスでやっていきます。まあ、ちょっとメンバーはもうこれでいいかな。あ、もういいか。あ、俺もいいや、これでいきまーす。さあ、絶対に負けられない試合があるんです。毎回やんのそれ。どうもジョン・カビラです。さあ、今日はですねトッテナムとユベントスの試合をしていきたいんですけども、どうですか、トッテナムが好きなんですよね。俺はね、トッテナムの方が好きなんよ、めちゃくちゃ。ですが、チームバランスを考えて僕が使うという。やっぱり注目になるのはケインですか。ハリー・ケイン選手ですね、やっぱりどうしても。そうですね、うん、さあ、運命のキックオフだ。ちょっと分かりにくいボールですが、よし、まあ、このまま始めていきます。赤ボール分かりづれ、赤いですね、ボールが分かりづれ。ああ、いいよ。さあ、サイドから攻めたいところ、ここは抑えられる。ちょっと待って待って待って、早くね。あ、いいよ。ここはサイドチェンジ。やっぱりこういうサイドチェンジを使いながら相手を撹乱したいところですね。これはもうチャンスか。中に折り返して、わあ、これはオフサイド。戻りオフサイドですね。やっぱ守備が堅いよね、シリアのチームは。やっぱりどうしてもそうですね、やっぱりカテナチオと言われる守備がいいんですよね、結局。やっぱピエリーニがいいよね。キエリーニいいですね。キエリーニ、僕の顧問の先生に似てますね。どうでもいいですけど、本当にその人もセンターバックだったんですけどめちゃめちゃ似てるから。加藤先生見てるでしょうか。 YouTuber になりましたよ。ドーグラス・コスタ。いやー、これはやばいですね。なんか危ないですよ。あ、来た。うーわ、惜しい。これ僕実はサイド攻撃に弱いんですよね。そうそう、もう分かってるんですよ、過去の対戦で。なのですごいサイド攻めてくるんですけど。あ、イブイ、今のひどパス。イブイ新しい言葉出てきてますけども。あ、ジョン・ルイージ・ブッフォン。ジャン・ルイージね。あ、ジャン・ルイージじゃない、うん、ジャン・ルイージ・ブッフォンです。ブッフォンに詳しいな。キーパー大好きなんで元キーパーなんでジャン・ルイージですよ。ブッフォンはね、暇すぎて試合中にタバコを吸うっていう一番めちゃくちゃやんあ、いい。あー、くそ、もう一枚裏だったな。僕もでも相手が弱い時めっちゃ暇やったんで、センターバックのやつと「今日飯何食う」って言ってましたどんだけ暇なんだ。相手がまあ弱かったでしょうね、それ。うん、要はありますよ、本当にね。本当に弱いところって本当に弱いから10-0とかで勝てんのよ。来ないね、ボールが。じゃあ、そう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 。逆に真ん中から始まるやん、入れれば。だから逆に多いけど、なんか逆に多い。そうそうそう。そっか、出るもんね、真ん中まで。そうそうそう。あ、やばい、これやばい、これ仕掛けるか。これやばい、やばい、いいんじゃない、これやばい、これやばい、前出ろ。うわ、最悪ミスった。今のはイグアインですか。やっぱり先生はイグアインのゴールでユベントスが1点先制。エースですね、イグアイン。やばいな、これはやばい。トッテナムもこんなところで負けさせられない。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート。トッテナムって優勝候補なんですか。優勝候補ではないけど、ケインがえげつないってこと。そう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 。お前が個人的にケインが好きなだけか。ケインが好き、ケインが好き。主導権を握った形になりますけど、優勝候補ではないですね。あ、まあ優勝候補になってくるのはこのユベントス。ユベントスはまあ入ってくるでしょうね。俺が一番推してるのはパリ・サンジェルマン。まあね、一番俺、まあなんか今来てる感じはするよね。まあ素人面でも分かるぐらい多分強いのが分かると思う。やっぱね、調子もいいんだよね、だいぶパリ。両チーム密集しています。裏を狙っていきます。さあ、ケインがここは、あ、うざいわ。あ、ミスった。ミスった。ミスったわ。マイボだ。マイボ。やばいな。まさか先制点奪われると思わへんかったな。何してんねん。何してんねん。そうですね。点は入らなくても攻めていい形を作って、これでさ、このゲームスローインむずない。いや全然難しい。あれ俺だけ。あれ何してんねん。何してんねん。エリクセン。さあこれはチャンスになるか。いいよ。ああ無理か。もう一丁いける。ああ無理か。俺下手になったな。単純に下手になったな。マジで最近やってないもん。そう、なんかこれを機にもう一回やろうかなと思ってたけど。ちょっと待っておお、はい、ここはジャンルイジ・ブッフォン素晴らしいセービング。やはりね、憧れたキーパーの一人でもありますが、ここで前半終了。いやー、すぐ追いつきゃいいですね。これ負けられないっすよ。これ守っていこう。戦ってましたけど、さあバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。ちょっといい試合にしたいな。早く動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。なるほど。まあ無理せずね、回していこう。UEFA チャンピオンズリーグっていうのはファーストレーグ、セカンドレーグあるんですよね。あるよ。やります。だるすぎ。そんなガチガチ。次回はセカンドレーグでお会いしましょうみたいな。同じチームの対戦じゃねえ。いやでもね、セカンドレーグでなんか巻き起こる場合ありますからね。まああるよね。あ、これはチャンス。これはね。あ、それはやばい。うわっと、これはおいなんかやばい気がしてくる、この時間帯。さあやっぱ後半になってくるとね、足止まってくるんで、この時間帯やっぱり細かく動けるケインとかがいいんじゃないですか。これ決まった。決めたのは誰だ。ハリー・ケイン、素晴らしい。やはりこのケインが決めてきます。いや素晴らしいゴールだったんじゃないですか、恭平さん。まぐれでしょ。まぐれではない。いいパスだったけど、でもやっぱり決定力はいいね。ケイン、ああやっぱ決定力おかしいな、負け物。あの角度ね、入れれないですよ。ゲームですけど。でもなんかこのなんかサッカーのさ、試合とか見てると、いや逆にゲームよりすごくねって思う。そう、ゲームありえないシュート結構多い。ファンタスティックだね。なんか回転がさ、えげつなくかかったりとかさ、そういうの見るとやっぱりすごいよね。うわ今惜しい。惜しくね今。僕はですね、高校時代キーパーだったんですが、一番尊敬してるキーパーはノイアーでした。ブッフォンじゃないです。なんでかっていうと、僕シャルケ時代から知ってて。ああそうね、バイエルンの前がシャルケの時のね、セービングが忘れられなくて、やっぱり飛び出しとか一番参考にさせてもらいましたね。僕背小さいキーパーだったんで、飛び出すしかなかったんですよね。そうなんですよ。だからすごい勉強になりましたけどね。日本代表の内田選手いいんですよ。仲いいからね、ノイアーと。あれなんで仲いいか知ってます？シャルケ時代が一緒だった。あれね、誕生日一緒なんですよ。そうなの？確か。で、俺の友達も誕生日一緒なんよ。なんか3月27日がノイアーとね、内田確かねじゃなかったけど、ただ俺の友達が一緒なだけかな。3月27日なんですよ。誕生日。内田選手がってこと。いや多分どっちもだから一緒なんじゃないかな。すごいね。すごいね、日本愛好家ですよね、彼は。やっぱ震災の時とかね、俺知ってる。メッセージ、あれすごい感動した。感動した日本に向けるメッセージがね、あれ素晴らしかった。お、やばい。待ってやばい、リスタートしちゃったよ。間違えた。うわ、でもリスタもありやったと思うけどね。今の俺結構意表疲れだった。さあ切り込んでいきたい。切り込んでいきたい。切り込んでいきたい。動画的に引き分けは嫌い。引き分けは嫌だね。これ引き分けになったらセカンドレグね。オッケー。さすがにセカンドレグはそれは。このボールは繋がりません。デンベレ。おおデンベレ。やばい。怖い。怖いミスった。これやばい。これやばいやつ。ノットオフサイド。ノットオフサイド。いやこれは入んねえな。オッケー。このね角度は決まんないね。今自分で曲がったら決まんねえなって。いやちょっとねこの後半になってからボンミスが多いな。なんか喋りに集中したってところ。そうだね。ちょっと実況ってやっぱりそういうところは難しい。まあでも俺一人でやってる時めっちゃ独り言多いけど。超うるさいねお前本当に。俺これ北澤さんとジョン・カビラさん喋ってるじゃないですか。で3人目に俺いるんで。会話してる時あるから、ね、かまってちゃうんだよね、いや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 、そんなことはないです、もう88分、やばい、もう、あー、待って、それはこれはセカンドレグにいっちゃいそうだ、マジである、セカンドレグ、いや、ないか、ないんじゃないか、おっと、やってしまった、ファール、これ、ペナないでしょ、ノットペナない、ノット、ペナないじゃない、ちょい外、どっちだ、ちょい外だ。うわ最悪決めてこれあ強いかおおお決めたかと思った終わったくっそ1対1でございます。そうねあ PK 行こう PK 戦いきます。 PK でいこうもうめんどくさい。さあ PK 戦で決めます。ちょっとあ、もうこれでいいや。さすがに不甲斐ないので、うん、まさかの PK 戦。うわこれさやばいな。うわ似てるな後ろ姿けん。ど真ん中だ。飛び方わかる？普通に倒せるでしょ。倒せば多分倒せばいいの。よくわかんないけど PK は正体が四角を押してかもしれない。おえーさあ2番目のキッカーです。さあどこを狙うのか。おえーホンダです。ホンダ PK ねあれ。こっちだろ。うわど真ん中きた。やばいね。やばい。エリクセン3番目のキッカーです。さあどこへ蹴る。ウェイもう全然当てがないですよ。それはそっちには切らないですかね。どうだ今のところ非常に緊迫した状態です。なんだこの試合はすごい外れないよみんな。さあどこを狙うのか。右をああおお入った。危ねえ反応して止めたやん。なんで危なおかしいやろ。あ、強い、強すぎ。はい、止めたー。呼ばれた真ん中。さあ、これ決めたら勝ちだね、俺。決めたら勝ちだよ。はい。決めれば勝ちの PK ですからね。さあ、どうだ。最後ここだろ。よっしゃー、勝ちました。ということでジャイアントキリング起こりました。トッテナムがユベントスに勝ちます。ありがとうございます。面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回は何戦ですか。次回バーゼル対マンチェスターシティでお会いしましょう。バーゼル対マンチェスターシティでお会いしましょう。皆さんどうもありがとうございました。